はい、皆さんどうも、キスケです。今回新カードがですね10枚公表されたので一緒に見ていきたいと思うんですけども、今回、シャドーバース公式ゲームウィズさんのツイッターの方で、画像をお借りしました。はい、ですね、まあロイヤルと、ネクロマンサーの、新レジェンド、発表されたのでよろしければね、最後まで見ていってください。それでは1枚目見ていきましょう。はい、まず1枚目、神秘の指輪、ニュートラルのシルバー1コススペルで、自分の手札1枚を消滅させる、消滅させたカードと同名のカード1枚をデッキに加えて、カードを1枚引くと、だからまあその序盤ね、そのマリガンで例えばこのカード重いからいらないなっていうカードを、まあ、消滅させてもう1枚カードを引くっていう、まあ、そのマリガン的な効果を持ったニュートラルカードですね。まあ1コスなんで、まあ、割と使い勝手はいいのかなと思うんですけど、わざわざね1コスでこのカードを入れるっていうのはあまりねそんなに考えられないんじゃないかなと思います。はい、次のカードいきましょう。はい、お次のカードこちら、心優しきエルフフィート、エルフのブロンズ2コス22進化後44、このフォロワーの攻撃力か体力が能力でプラスされた時カードを1枚引く。だからまあそのプラスされるカードをまあデッキに入れて、そのやっぱりテンポエルフだとか、そういったデッキに入ってくるのかなと思いますね。例えばねその発表されたねアミュレット、プラス1するっていうアミュレットが発表されたんですけども、それと組み合わせてみるとまあまあ強いんじゃないかなと思います。はい、次のカードいきましょう。はい、お次のカードはこちら、静かなる炎症マーズ、はい、ロイヤルのレジェンドですね、3コス23進化後45、自分の他のロイヤルフォロワーが場に出るたび、それはプラス0プラス1されて、光線時プラス1プラス0すると、まあそのこのフォロワーがいる限りでしょうね。いや、どうなんでしょうか、このフォロワーが出る、このフォロワーがある限りでしょうね、きっと。多分このフォロワーがいなくなると、まあ、その効果取れちゃうと思うんですけども、さすがに、このバトル中ずっとってなると、いや強すぎる。だからまあそうなんでしょうけども、いやどうなんでしょうね。まあ後半前半に出してもやっぱり普通にすぐ破壊されて、まあ意味ないっていう状況に陥ってしまうと思うので、まあ使うとしたら後半だったりするのかなっていう感じですね。まあやっぱり3コスの指揮官っていうのは、今回の、パックのキーとなってくるんじゃないでしょうかね、ロイヤルは。はい、次のカードいきましょう。はい、お次のカードはこちら、西方の教師フロー、ウィッチのシルバー3コス23、進化後45と、自分の場に土のインアミュレットが出るたびに自分のリーダー1回復と、ファンファーレ土の魔変を1つ出す。まあだからこいつを出してあげると、自分のリーダーを1回復できる。でまあ次のまあ次々出すたびにまあ1回復できるっていう感じなんですけども、やっぱね土っていうのはその相手の顔面に行くデッキがほとんどだと思うんですよね。だからまあこれが回復じゃなくて相手の、リーダーに1ダメージだと、まあ、結構使われるのかなと思うんですけど、回復だとね、正直微妙かなと思います。はい、次のカードいきます。はい、お次のカードはこちら。ベオウルフ、ドラゴンのシルバー3コス23、進化後45と、ファンファーレ、エンハンス6で体力5以上の相手フォロワーを1体破壊する。そうですね、エンハンス6で体力5以上のフォロー、まあ割と強いんじゃないかな。割と強いし、まあ3コス23でまあ割とね破壊されづらいスタッツをしているので、まあ使いやすいっちゃ使いやすいけど、エンハンス6、6コスで使うってなると、正直ね微妙なんじゃないかなと。サラマンダーブレスがあれば、まあその5点プラス盤面全部に2点ダメージ飛ばせるので、だからまあフォロワーを並べて5以上のフォロワーを倒すか、それともサラマンダーで盤面を取るかっていう感じで、まあ、使い分けられそうですね。はい、次のカードをいきます。はい、お次のカードはこちら、トワイライトクイーン、
ネクロのレジェンドですね。4コス43、進化後6号、ラストワード、自分のリーダーは次に自分のフォロワーのラストワード能力が働くとき、それをもう一度働かせると。だからまあこれは割と強そうっちゃ強そうですね。まあネクロのねもう一枚のレジェンドがもう本当に正直言ってまあゴミだったんで、まあこのカードはね結構使われてもおかしくないような効果をしてますね。だからまあ闇の従者を破壊するとリッチが2体出てくると。モルディカイを破壊するともう1回出すのかな、もう1体出てくるのかな。ただまあ4コスなんで、まあ、8ターン目まで結構時間がかかると。まあ例えばよろめく不死者とネクロアサシンをこのカードの後に発動させてやると、なんとね盤面3枚無条件で取れると。いやそう考えてくると、いや割とまたね、ネフティスのようなネフティスネクロのようなデッキが流行ってくるんじゃないかなと思います。はい、次のカードいきましょう。はい、お次のカードはこちら、夜の霊女セレス、ネクロのゴールド、4コス14、進化後36、自分のターン終了時自分のリーダーを2回復、交戦時、交戦する相手のフォロワーに2ダメージと。これはね割と使いやすそうですね。まあ、4コスってちょっと重い気するんですけども、まあ14っていうスタッツで取られにくい、取られにくいんですけど、まあそのあれですね、まあ、4ターン目に出すとなるとやっぱり進化権が、使われてくるので、どうなんだろうってなるんですけども、交戦時なんで、相手からこのフォロワーにダメージが来ると場合でも、まあ、相手のフォロワーに2ダメージ与えれるので、割と、処理されにくいカードになるんじゃないでしょうか。結構強いと思います。はい、次のカードいきます。はい、お次のカードはこちら、毒蛇の人髪、ヴァンパイアのブロンズ、3コススペルで相手のフォロワー1体に4ダメージ、毒蛇1体を手札に加えると。あー、まあそうですね、3コスで、まあ、4ダメージはね割と強いんじゃないかなと思いますね。で毒蛇1枚を手札に加えるので、まあ、やっぱり最近あれですね、毒蛇を、いかに場に出すかっていうのがですね、まあ今回のヴァンパイアの、肝になってくるんじゃないでしょうか。はい、次のカードいきます。はい、お次はこちら、絡みつく鎖、ヴァンパイアのシルバー、2コストスペル、お互いのリーダーに1ダメージ、相手のフォロワー1体に3ダメージと。いや強いね。強い。まあそのうごめく資料の効果を持ちつつ相手のフォロワー1体に3ダメージなんで、やっぱりねアグロ、アグロのヴァンパイアに入ってきそうなスペルカードですね。まあ2コスト3ダメージっていうカードはまあヴァンパイアにあるんですけど、まあムレナス、キガだったりね、まあそういったカードと、まあ例えばだからムレナス、キガがコントロール復讐ヴァンパイア向きになり、絡みつく鎖がアグロの、2コス3ダメージスペルとなってくるんじゃないかなと思います。はい、次のカードいきます。はい、お次のカードはこちら、スタービショップ、ビショップのブロンズ、2コスト22、進化後44、ファンファーレ、自分の他のフォロワー1体を2回復と。使わないね。いやまだわかんないですよ。やっぱりその新しいパックが発売されて、まあ、蓋を開けてみないとわからないっていう場合もあるんですけども、いやこれはね、まあ、正直使われないんじゃないかなって思います。自分のリーダーを2回復だったらまだわからなかった、まだ使われる可能性があったと思うんですけど、自分の他のフォロワー1体を2回復なんで、まあ正直使わないんじゃないかなと思います。はい、それではね今回10枚のカードを発表いたしました。ロイヤルとね、ヴァンパイアの、いやネクロマンサーか、ネクロマンサーの、レジェンド、ついに2枚目発表されましたけども、ネクロのレジェンドトワイライトクイーンは結構使い勝手が良さそうで、まあ、化けてくるんじゃないかなと思いますね。はい、それではね皆さん、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。チャンネル登録はね画面の右上、僕のアイコンからお願いします。その他もろもろ動画ありますので、よろしければご覧ください。それでは良きシャドーバースライフを。バイバイ。